の前にビッグカメラ難波店、そしてアムザ1000のビルが立ち並ぶ千日前商店街。今来ているところはナンバーウォークのいわゆるエスカレーターの入り口前であります。そこから出てくると右手にビッグカメラ難波店の入り口が、そしてこのアムザ1000ビルなんですが、カプセルホテルのアムザ1000の他にサイゼリア、ビックリドンキー、そしてビッグエコーのカラオケ店、さらにはスシローの回転寿司店が揃っているわけなんですね。そこから左に行くとこちらが千日前通りになっているんですが、そこから難波の交差点を経由して大正橋方面へと行くことになります。そこから信号を渡ってくると千日前商店街、その手前に焼肉の味をする橋のですねお店があります。その千日前商店街の中をくぐっていくことにします。週末になるとこちらは非常にですね人の方が多く来られてごった返してくるんですが、まあ、ちょうど昼時ということでですね、その先を進んでくると道頓堀へ出てくるんですが、そこから人の数が多くなってきます。こちらが道頓堀の商店街になります。出てくるとすぐにくら寿司の回転寿司店があり、そしてボーリング場に、その先には JRA のウィン道頓堀があります。で今回はこの道頓堀は行かずに、この橋、小さな橋を渡ってきます。ちょうど太宰門橋の方へと差し掛かることになります。南腕の右手の方にはこのようにですね公衆の手洗いがついているんですね。そしてその先に目を向けると道頓堀側が目に映ってきます。太宰門橋を渡り終えて添右衛門町の方へと入っていきます。交番の向かって右手の方には添右衛門町の地域案内があって、そしてその左手にその案内図があります。周辺には大型ホテルが立ち並んでいたり、そしてこの辺りはですね道幅がですね、狭い上に、まあ、このようにですね繁華街を思わす雰囲気なんですね。この周辺は日報本社がですねあるところというところで、日報が管理するビルが非常に多いところなんですね。そしてその信号の北東側にはコンフォートホテルがあります。この辺りは飲食店が非常に多いいわゆる繁華街というところなんですが、今は東心斎橋1丁目を歩いていることになります。そこから北へと向かって行っているんですが、そうするとですねこの伝統の方が傘のような雰囲気という面白い形をしているんですね。長堀通りが近づいてきた中なんですが、ここからうなぎ谷三九橋筋商店街の中へと入ってきます。道幅の方が一気に広くなって三九橋交差点へと差し掛かってきました。そしてそこから左右へと曲がってくると長堀通りへとつながり、その真ん中に長堀駐車場があります。そこから信号を渡りたいところではあるんですが、ここにですね三九橋の交差点から信号を渡らずに右に行くとエスカレーター乗り場があって、クリスタ長堀の地下をですね通る形で進んでいくことになるんですね。ちょうどクリスタ長堀に差し掛かってきて、ここでちょっと抜ける形を取ります。クリスタ長堀をかなりですね東の方へと、まあ、迂回する形になってしまったんですが、長堀橋の交差点を見ながら斜めへと進んで、そこから境筋へと入ってきます。そしてここから南船場の方へと入ってきて境筋を北上する形で進みます。周辺には中華料理の大阪の王将、そして紅葉のスーパーにマクドナルド、そしてカフェとですね
飲食店が数多くあり、そしてクリーニング店に、そしてここから寺内のですねお店が並んでくるということなんですね。そしてここで南九法寺町1交差点へ差し掛かってきます。そして栄筋本町の南側へやってくると有名な飲食店が数多く並ぶところへと入り、そしてちょうど左斜めに焼きビルが見えてきました。そしてその信号を越えたところに大阪バス、栄筋本町のバス停があります。大阪バンダーループバスのバス停を兼ねた栄筋本町大阪バスのバス停になります。そこから北へ進むと九太郎町一交差点があって、船場センタービルディングの3、4号館があるんですが、いわゆる栄筋本町駅前ということなんですね。こちらは1系統、そして難波黒門市場前発の3系統、2つの系統が通っていくんですけれども、まあ、運行本数は1系統が9本、そして難波黒門市場前発のですね分が3本ということで、まあ、合わせて12本なんですけれども、まあ、等間隔で大きい時ではですね、大体1時間以上の間隔があるというところで、まあ、8時から16時台の後半で終了ということなんですね。まあ、そこから大阪駅まで行って、そこから重曹のホテルプラザ大阪5系統、あるいはまた4系統、ホテルニュー大谷大阪行き、いわゆる直行便になるんですけれども、そこにですね、そのまま乗ることができるということなんですね。そして周辺にはこのように大きなビルがそびえ立っていて、そこにバス停があるということなんですね。さて今回はビッグカメラ難波店前道頓堀から大阪バスの栄筋本町まで、時間にして26分24秒、距離にして 2.15 キロ、2857歩の184キロカロリーということで、まあ、この栄筋をですね間を通ってですね、そこを進んでいくという形で、まあ、本当にですね車の量が非常に多く、まあ、昼になってですね多くの方がですね使われているということで、まあ、まさに昼下がりのですねビジネス街という印象があるんですけれどもね。ちなみに栄筋本町の手前バス停のですね裏側ではですね西側、現在ですねマンションの建設工事が進められていて、まあ、そこからですね栄筋本町駅まで歩いても大体2分ぐらいで出るということで、非常に便利さを感じるということなんですね。ということで栄筋本町、ご覧の風景をご覧いただきながら今回の動画終わりとなります。ご覧いただきありがとうございました。